原発事故から1年半以上も経つんですが、いかに子どもを守るかということで、行政の方にもみんな個人的に電話をして訴えてきたんですけども、なかなかお母さんの声が届かない状況が去年だったんですけども、もうちょっと声をきちんと上げていこうということで、団体を立ち上げることになります。9月の6日に、国の方に請願書を提出して、福島フォーラムっていう方にハッピースマイル福島の代表としてさせていただきました。今日のこのおしゃべり会は、今月から、月1回のペースでやっていこうと思っています。行政の方には本当そういうことを訴えて、子どもをもっと守っていただけるような働きかけをして、お母さんたちが抱えている悩みなどを聞いて、それをまた国の方に提言していきたいなと思っています。と、大福っていう団体を立ち上げていて、そちらでこの F ピンズっていうのを、こういうピンを作って、みんなにこう広めていこうということで、売上金で復興 のやっぱり子どものために何か使ったり、復興に使いたいと思います。まず、震災の当時、その頃は、子供が2人いまして、下の子はまだハイハイの時期だったんですよね。で、いろいろ悩んだ末にここにいるんですけど、仕事もありますし、ここにいるって決めた以上は、やっぱり、やれることをやっていくしかないですよね。そう。やっぱ一人じゃなくてみんなで集まって今日みたいな話とかしてする場があったりとか、するといいのかなと思います。そうですね。はい。今小学校5年生と、あと今3年生、あと幼稚園に今年長さんに1人今通ってます。結局何も変わってないなって思うんですけど、人毎日悩んで、悩んでもこう答えが出なくて、でまた悩んで、だからこうちっちゃいうちからずっとこう公園遊びができないで来ちゃってるので、社会性とか、あと子供同士の遊びのルールっていうのが身につかないんじゃないかっていうのがすごく心配で、お母ちゃん不安な中でもすごく頑張ってるっていうことをやっぱり分かってほしいです。